ここはなんてレトロのある駅なんだ。ちょっと覗いてみよう。ねえ、ハローカミさん。ハローカミさん。あ、うん。はい。あ、なんと見晴らしのいいところだ。あ、ところでここは何駅なんだろう。AB のと、トッキリヨスケさん。あら、今日はこちらにいたんですか。そうです。今日は、AB の観光します。海老名市の観光に来たんですか。はい、ですよ。あ、そうなんですね。今日は海老名のいいところをお届けしたいと思います。ね、伝わるといいですね。はい、みんなで行くぞ。えいえいえい。ああ、バイバイ。はい、ここは水がとても綺麗なんですよ。うーん、ホタルが来るぐらいですね。ホタル、あ、田代ホタル、ね、ホタルなんか何年も見てないよ。ね、何年も見てない。ね、ね、まあ、いつかに、あら、ちゃんちゃん言われたった。あ、コンキチ君はホタル見たことある？なーい、ね。今度見に行かないといけないですね。綺麗な水を今から取ってこようと思います。ちゃんちゃんです。わーないない。はい。
行くぞ。透き通って見える。やばいねこれね、すごいね。あ、なんかね、綺麗ね、綺麗。ポンキツくん綺麗ね。どうですか、声が響くね。もう一回言って。あー、ほら、うわ、やっほー、すごい響く響く、エコーが効いてる。ここでなんか一曲お願いします。アルコール除菌消毒手洗い、リメンバー。シュッシュパパ、シュッシュパパ。ってこと。なんかポンポンってね。アメンボわかるかな。アメンボはわかるね。綺麗な水ですね。やっぱりエビの水が綺麗やもんね。お米が美味しいもんね。お米も、タノカンサーという神様もおって、水も綺麗。透明だね。透明。さっきのとちょっと違うね。さっきのと、こっちは透明だ。これは、コンキチ君、一言で言うと、どんな感じ？違う。うん？わからん。透明やね、透明。透明。うん。なんか出てる。うん。どこだよ。こっち向かってきたよ。こんきちくんのとこ向かってきた。やだ。はい、どうでしたか。綺麗でしたね。想像以上に心も綺麗になりました。ね、綺麗になりました。エメラルドグリーンでしたね。エメラルドグリーンで合ってると思います。ね、人も少ないんで。観光にはいいスポットじゃないでしょうか。ただ、まあ、今からお見せする感じですけど、道には注意。道はちょっとね、狭いですからね。じゃあ帰りの道を交互期待。じゃあ帰りの道を交代します。交代します。じゃあ次行きます。はい、バイバイ。これが神の池行くまでの道です。結構狭いです。車1台がやっとです。用水路、用水路的なところをずっと伝っていけば神の池に行けます。ゴールはあるので諦めないで、はい、気をつけて。おお、こういう道がガタガタなとこがあるんで気をつけてください。おお、怖い怖い怖い。コンキチ君大丈夫？うん、そうだよね。春岡さん大丈夫ですか？大丈夫って。人や、人。道会の温泉です。温泉です。あ、ここかな、駐車場。駐車場、すごい。おお、
車です。ねえ。あ、いい運動でしたね。うん。ちょっと温度調節が難しいですけど。もう最初に思い切りバーって調節をして。あ、最初にこうお湯を捨てながら水をジャージャー出したんですね。うん、ですね。あ、ただちょうどいいぐらいになりますね。うん、和室もこんな感じであるんです。なかなかこれは風呂上がりには快適な空間でした。皆さんもぜひね、海老沼に来たら白鳥温泉どうですか？じゃあねー。家族風呂は下湯しかありません。はーい。さて何かなー。さっき買ったエビちゃんのところのご飯でーす。お、氷が入って、うん、お、厳重にしてくれてまーす。じゃーい、これは刺身です。鶏の刺身です。はい、それ使いです。あ、そういうです。はい、はい、してサービスでタレもつけてくれました。ありがとうございます。エビちゃんさん、唐揚げです。これは塩唐揚げ、タレ唐揚げ、唐揚げです。しかも揚げたてです。食べていいです。はい、どうぞ。いただきますか？いただきます。はい、どうぞ。はい、これは、あ、塩地鶏か。あとサービスで、唐揚げ。唐揚げと、コンキチ君と、コンキチ君と、ハルオカメさんの分を1個ずつもらいました。皆さんもよかったら食べてください。じゃあ今から、車中泊します。チャンネル登録よろしくお願いいたします。やった、ひょっとこじゃんけん、てーてれれ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 、じゃんけんぽん。チャンネル登録よろしくね。